本人をスマートにした山田隆夫さんです。冗談ですよ。ほんまです。冗談じゃなくてほんまになったんですか。ほんまです。びっくりした。もう大丈夫ですか。大丈夫。なんか全てが怖すぎてどうしてか分かんないから。怖い怖い怖い。変な人思って。恐怖や、ね、山田隆夫さんに似てるとか似てない関係なく赤い着物着たおっさんが階段からこう。いや怖いないし我慢してください。しかも怪我することもなく、顔に目がいかないです。もう手しかいかないですよ。あやちゃん、あやちゃん、あやちゃん笑いすぎ、笑いすぎです。笑いすぎですよ。もうダメです私。もうダメ。放送見てください自分で。ずっと。赤い着物は周りから言われる。言われますね。言われるという。うん、孫がね、お孫さんが、孫いてますから。いや、孫のきっかけで。あの応募しました。いや、孫はきっかけで応募した、はい、いや明日お孫さん学校で人気者ですよ。あんなみんなで流行ってんちゃいます、ね、学校でこうやって。危ない危ない危ない。難しい、ね、危なかったです。いや真似したらあきまへんで、ね、ほんま真似したらあきませんからね。それでは判定に参りましょう。挑戦者が似ていると思ったら白のボタンを、暫定チャンピオンが似ていると思ったら赤のボタンを押してください。それではスイッチをどうぞ。暫定チャンピオンの勝利。階段から落ちていったら2票入りました。2票階段